京都に行ったことがありますか？大阪なら行ったことがありますが、京都は行ったことがありません。大阪なら行ったことがありますが、京都は行ったことがありません。Means, if it's Osaka, I have been to there, but never been to Kyoto. Rather than just answering about her no experience of Kyoto, Nara introduces a sentence that says something positive about the item, to contrast to the original answer. Look at another example. 何か楽器ができますか？ギターなら少し弾けます。Nara is used to contrast guitar to the larger scale, musical instruments, as well as showing the person's limitation to play items. はい。Word と Excel ならできます。はい。日本語とスペイン語なら少し話せます。マイクさん、宿題全部終わりましたか？漢字の宿題なら終わったんですが、他はまだ終わっていません。すみません。ミーティングの準備、手伝えないです。こっちは大丈夫だから、マイクさんも頑張って。ありがとう。もしもし、マイクさん、こんにちは。美咲さん、今度のフィールドトリップ、木曜日に行きたいんですが、都合はいいですか？すみません。金曜日なら大丈夫なんですが、木曜日はクラスがあるからダメなんですよ。じゃあ金曜日に行けるかみんなに聞いてみます。すみませんが、よろしくお願いします。マイクさんは何か日本食が作れますか？カレーライスなら作れます。ジュディさんはどうですか？日本食は作れませんが、簡単な中国料理なら作れます。麻婆豆腐とか。ジュディさんの麻婆豆腐、食べてみたいです。じゃあ、今度作ってクラブに持ってきますね。あなたはどこか外国へ旅行したことがありますか？あなたは何か日本食が作れますか？あなたはコンピューターができますか？